私の朝は野菜だしベジブロスから始まります。朝に食欲がない時でも野菜と一緒に食べるわけではないので、口当たりがよく体の中にスーッと入っていくのを感じます。私が愛のスープと呼んでいるファイトケミカルスープでも汁だけを飲むことできるんですけれども、その取り出した野菜には1割から2割の栄養素が残っているそうなんですね。ファイトケミカルスープのこした汁は味のバランスがよく本当に美味しいですよね。でも野菜を捨てるのはもったいないということで、具材ごと食べられることが多いんだなとこのチャンネルのコメントから知ることができました。野菜だしベジブロスなら廃棄されやすい部分を使うので、気兼ねなく捨てることできますよね。抗酸化作用豊富で免疫力を整えると言われるファイトケミカルですが、紫外線や害虫から身を守るために植物が自ら作り出してるんですね。だから日の当たる皮や芯などの成長点、子孫を残すための種に多くファイトケミカルが作られて、栄養価がその部分は高いんです。これは一部の動物以外植物しか作れないので、だから人間は体内で作り出すことはできません。つまり野菜だしベジブロスは栄養価の高い部分を寄せ集めて使うので、最強のスープと言えるゆえんです。私の大好きなこの野菜だしベジブロスは朝一番に飲みたいので、前もって作って冷蔵庫に保存しています。夏は冷たいままでも美味しいのですが、あまり冷たいと私の場合お腹が冷えてしまうので、熱湯を注いでいただいています。野菜スープだけは温めるのに電子レンジを使わないようにしているんですね。冬は少し面倒でも鍋で温めています。電子レンジのマイクロ波で温めるとファイトケミカルは壊れるわけではないんですけれども、酸化してしまうんですね。せっかく抗酸化力を期待していただく野菜スープですから、なるべく電子レンジを使わない方が良いように思います。今日の野菜だしベジブロスは前日に作ったものです。今盛りのピーマンの種や綿、お盆でお供えしたリンゴの皮や芯、長芋の皮、残っていたキャベツも入れましたよ。私はクコなどの生薬を加える時もあるんですね。クコの生薬名をクコシといって、滋養強壮薬として使われているんです。野菜だしベジブロス用に野菜の廃棄する部分が出れば、その都度冷凍しています。小さなものはラップにくるんでまとめて保存すると、冷蔵庫で行き先が不明になることがないですよね。野菜を冷凍すると栄養価が減るんじゃないかなと勘違いしている人がいるんですけれども、冷蔵庫で長く置いておく方がビタミン C などの栄養素はどんどん減っていくんですね。冷凍すると栄養価はほぼその時点で維持できます。今の時期はナスのヘタの部分、紫色の色素、綺麗ですよね。それはナスニンというポリフェノールです。強力な抗酸化力があります。あまりたくさん入れるとベジブロスの色が悪くなってしまいますので、気をつけてくださいね。そしてピーマンやパプリカのヘタや種は夏場よく出ますよね。これからの我が家で一番多く出るベジブロスの材料はカボチャです。綿や種のほか、母にかぼちゃのポタージュを欠かさず作るので、皮もこそげ取ります。かぼちゃの皮は身の部分よりベータカロテンが多く含まれています。生しいたけの石突きのこの茶色い部分を除いて、軸の部分はそのまま食べれることできるんですけれども、私は傘の部分だけ料理に使って、軸はベジブロスに回しています。生しいたけは傘の部分も軸の部分も火に干すとビタミン D が増えて栄養価が高まりますので、時間のある時は窓越しに火に当てています。手のひらいっぱい溜まれば野菜の2倍から3倍の水を加えて煮立てて、蓋をして20分から30分煮ます。こうして味噌汁のだし汁やスープのブイヨンとして使用することができます。私は今朝のように朝一番に野菜だしベジブロスを飲んで、その日の健康を願います。朝一番に飲むのはコーヒーや緑茶などを飲んでから野菜スープを飲むと、コーヒーやお茶に含まれるカフェインがファイトケミカルの吸収を妨げるからです。野菜スープは朝昼晩いつ召し上がる時でも、空腹である食事の最初に食べると栄養素の吸収率が良いようです。
野菜だしベジブロスの唯一の欠点を挙げるとしたら、野菜の廃棄する部分がたまりにくいということかもしれませんが、私がこのチャンネルでご紹介する愛のスープや薄口煮など、野菜を摂る習慣を心がけると意外にたまるものですよ。あなたの野菜スープ生活の中にぜひ野菜だしベジブロスも取り入れてあげてくださいね。最後までありがとうございました。ではまた次回の動画をお楽しみに。